エンジンルーム CCX のインテリアーニグセグ。CCX はスウェーデンの自動車メーカーーニグセグが製造していたスーパーカーであるーニグセグ CCR の後継モデルである CCX とはコンペティションクーペ X の略で X は10を表している。CCX が発売された2006年は K ニグセグ最初のスポーツカー CC プロトタイプの誕生から10年目となる 節目の年である2006年2月のジュネーブモーターショーにて正式発表されたアメリカでの市場を確保するためアメリカ人の体格に合わせられアメリカの走行基準に適合するように設計された2ドア2シーターで着脱可能なルーフを備えたパルガトップ仕様車高は CCR より 41mm 高くなりヘッドルームは 50mm 拡大したフロントバンパーは 低速バンパー衝突テストに対応し、安全性が向上。アメリカの後部衝突基準に適合させたことにより、全長は CCR より 88mm 長くなった。ボディはカーボンケブラー製。ドアは外側に、競り出し状に持ち上がるという変わった機構を持ったラプタードアであるが、これは駐車時の最大スペースも考慮されている。ホイールは前19インチ5。 20インチでマグネシウム合金製。タイヤはミシュランのパイロットスポーツに。シートはスパルコとの共同開発によるカーボンシート。オプションでセラミックディスクブレーキやカーボン、マグネシウムホイールが選べる。エンジンは 4.7LV8DOHC。ツインスーパーチャージャーを MR レイアウトで搭載。CCR 同様フォード製。 モジュラーエンジンがベースだが、ケーニグセグ自身により、全域にわたり再設計されており、アメリカにアーセオクタン九91のガソリンやカリフォルニアの排出規制にも適合させた。エンジンブロックは、オールアルミニウム合金製。組み立ても自社工場で行われる。806HP、6900RPM という高出力を発生し、0時速 100km 加速3.2秒。 最高速度時速 395km。トランスミッションは6速 MT。後継者はアゲラ。CCX のハイパフォーマンス仕様。新設計のエアロパーツを装備し、生産台数はわずか2台のみである。CCX の環境配慮仕様。CCX と同様に、ツインスーパーチャージャー付き V8 エンジンを搭載するが、燃料に、 オクタン価98のガソリンの他にも E85、バイオマスエタノールや E100 のエタノール燃料が使用できる。ガソリン使用時は最高出力 806HP と変わらないが E85 使用時にはエタノールが気化する。際の冷却効果により 1018HP を発生する。エンジンの変更点は燃料噴射装置、燃料ライン、ピストンリング、スーパーチャージャーのセッティングのみで、 二酸化炭素排出量も CCX のそれより低くなっている。CCXR のハイパフォーマンス仕様、エンジンなどは CCX と同じものだが、足回りをレーシング仕様に変更してある。CCXR の特別使用車。社名のトレビタはスウェーデン語で3つの白色を意味し、その名の通りボディがホワイトカーボンファイバーで銀白色に輝いて見える。 当初の予定では3台が限定生産される予定だったが、ホワイトカーボンファイバーは製造に大変な困難と時間を伴うため、最終的に2台のみの生産となった。CCXR シリーズの最終モデル、ダブル回1ウィングと呼ばれるユニークなリアウィングをはじめ、新設計のエアロパーツが装備されており、軽グセグ社発の F1 パドルシフトを採用している。生産台数は2台。 ワイスピ、ありがとうございます。